2010年の当時20歳の頃から、名古屋のご当地アイドル、ボーイズ SND 面、イカボイ面で活躍されていた田中俊介さん。2019年に適応障害を発表し、ボイ面を脱退されました。今回は田中さんの現在、彼女や結婚の噂について迫ります。また、田中さんの実家が運営している喫茶店や、自慢の筋肉についても注目していきます。田中俊介のプロフィール、本名、田中俊介。あだ名、俊くん、生年月日、1990年1月28日。出身地、愛知県。身長、175cm。血液型、B 型。北次、田中俊介の現在、実家は地元愛知県の喫茶店、彼女と噂のスヨンと結婚か。田中の自慢の筋肉、田中俊介の現在、2018年に適応障害の診断を受けた田中さんは、2019年4月からグループ活動を休止し、同年11月30日にボイメンを脱退されました。ボイメンでの活動は10年にも及び、まさかこのような形で脱退することになるとは、と本人も驚きと無念な思いを語っています。そんな田中さんですが、現在はもともと興味のあった、俳優、として転身されています。2019年4月にグループ活動を休止した田中さんは、その中でもできることをやっていきたいという強い思いがあり、できる範囲でのソロ活動として俳優業に励んでいました。俳優として舞台に出たり、地元名古屋のミニシアター、シネマスコーレさんの支援を受けて、自身の出演する映画作品を上映する、田中俊介映画祭を開催したりと、体調に合わせて活動をしていたそうです。そしてボイメン脱退後は、フリーランスの俳優として活動されていました。現在は2020年4月にシスカンパニーに所属が決まり、俳優田中俊介としてますますの活躍を見せていらっしゃいます。田中俊介映画祭は現在も開催されており、立ち見席ができるほどの盛況ぶりを見せているそうです。アイドル上がりとは思わせないその演技力に、新たなファンも増えてきています。これからさらなる飛躍が期待できるでしょう。実家は地元愛知県の喫茶店。田中さんの出身は愛知県の小牧市です。そして田中さんの実家は喫茶店をしていると有名なのはご存知でしたか？愛知や名古屋といえば、喫茶店のモーニングでも有名です。そのため小牧市にも数多くの喫茶店があり、今回は残念ながら田中さんの実家の喫茶店の特定することができませんでした。田中さん自身も喫茶店がお好きで、考え事をするときなどはよく利用されるそうです。気になる方は小牧市の喫茶店を巡ると、田中さんの実家が経営する喫茶店にたどり着けるかもしれません。彼女と噂のスヨンと結婚か、田中さんは過去にチェスヨンさんとの熱愛が噂されました。スヨンさんとは、韓国の人気アイドルグループ、少女時代のリーダーを務めていらっしゃる韓国人アーティストの方です。二人は2019年に上映された日韓合同制作映画、レッドエンドの思い出で共演し、スヨンさんのインスタグラムでは二人の仲のむつまじいツーショットが投稿されました。あくまで噂であるため、実際に交際されているのか真相はわかりません。
しかし、2019年2月の雑誌、での対談にて、ボイメンの水野さんが、田中さんが、結婚願望はないだろうけど、自分の時間を大切にしてくれる女性とならいい関係が築けるだろう、とお話されていました。このエピソードからは、田中さんはこの時点でまだ結婚願望がないことをメンバーに話していたことが伺えます。自分の時間を大切にしてくれる女性とならというところからも、田中さんは自分の自由な時間を持ちたい男性のようですね。今は俳優業にお忙しいかと思いますので、もしかすると恋愛や結婚のタイミングではないのかもしれません。田中の自慢の筋肉。田中さんは筋トレが趣味であり、ボイメン時代は筋肉キャラとして目立っていました。毎日筋トレをするストイックさがあり、筋肉のコンディションの良い時はやたらに脱いで筋肉自慢をするほどなのだそうです。また、筋肉を愛するあまり、筋肉食堂という飲食店に行くこともあったようです。そんな田中さんですが、時には役作りのためにそのムキムキの筋肉も減らし、合計で14キロもの減量をされるストイックさを見せています。やはり、プロ意識が違います。現在の田中さんは変わらず引き締まった体をされていますが、ボイメン筋肉時代と比べると鍛えてはいないようです。いつか筋肉ムキムキの役を演じることがあれば、懐かしの田中さんの姿が見られるかもしれません。